ここにはですね、基本原理があるんです。今これ 左足ですから、こうですね。かかと着地で、要はこれが前に出る。要はその前にこれ左足なんですけど、これが低屈ですね、背屈。これができないと多分。見えるかな、こうですね。でこれが関係するのはここですね。こう言いますね、あれでしょ。であとここです。ここがこういうふうにこうやって、これがこれがアキレス腱のとこ引っ張って、これちょっとこの手でやってみると、かかと着地ですね。でこれが前に行ってグーッとキックする感じで上がっていって初めて動くんです。だからそれができない人はいくらやったって歩けるわけじゃないんです。何を考えてるんだよ。本来これが足がまっすぐこういうんでて着地、こう着地ね。でここの足の、まあ、曲がりとかありますけど、これは筋緊張で曲がったり、まあ、振りが来たりするんですけど、それは、まあ、最初に治らないかもしれない。やっていったら治るかもしれない。要はこう今足がまっすぐカンと着地して前に行って、こうグリップしよう、グリップしますね。このグリップしない限りは絶対に歩きませんので、こうね、それをなんかこう、ぶん回してるんですから、くーくーって回してある。あ、動きました、動きました。動けるわけがないですよ、何言ってんだけど。手も同じですよ、こうあるじゃないですか。で、あのデイサービスとかこれも回ってるんですか。こんなんで指が使えるわけないですからね。正常なやつはここ、ここさ、これが正常なんですね。これはあれですよ、回復期の作業療法士とか理学療法士はもう治せませんもんね。もう理屈ばっかり言って、まあ結論はどうなるかと、今こうこうじゃないですか。最初こうこうこうですか、もうこう、ああ動きませんもん。今こう動いちゃいますよ。どこがやり方が間違ってるかです。いいですか。かかと着地、前に行ってグリップして、これが